はい、こんばんは、トラの中です。今日も配信してくださりましてありがとうございます。今日ものんびりマリノグをしていきたいと思います。今日は久しぶりに G21 の続きをやろうかなと思ってます。ちょっとね、久しぶりだから内容を忘れてしまったのですが、接続していきたいと思います。さーて、じゃあ G21いくよ。寒い、今日寒いね、相当寒いね。頑張ってくる。楽しみにしててくれる人がいるかもしれないので行ってきます。いいなぁ、お布団ぬくぬくしたい。ぬくぬくしたい。ネトジュね、面白かったよね。途中で終わっちゃったんだよね、ネトジューは。今年正式に引退発表したよね。だからもう続きが出ないのが確定しちゃった。ネトジューおすすめね。あら、ブルーブイエンが出てきた。あら、みんないっぱい出てきたわ。好きだったんだけどね。気になるよね。本当に。いや、それもそうなんだけど、ね。あのお話ってベースがマビノギになってるんだよね。戦闘するの？そうなんだよね。続き見れないんだよね。けどしょうがないよね。あ、そういえばメモ確認してなかった。悲しいなぁ。あー、なんか怖いの来た、怖いの来た。はい、怖い。なに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 。二段階で突進するんだ。へえ、面白い。あ、
ダメージ1しか入んないね。おお、へえ、痛い痛い、なんていうことをするのでしょうこの子は。ここはどれほど時間が経ったじゃろう。誰？君はわしが見えるのかい？あ、いけない。ネタバレになっちゃうね。ごめんね。あっちを見ておくれ。なんかホワホワしてる。あ、見えなかった。力になれるまで何しろって書いてあったのかな。避けろって書いてあるのか。敵はこんなとこに3人突っ立ってるわ。よいしょ。あれだ。何か。なんか失敗したよ。失敗したっぽーい。何だったんだろう。時間で強制で発動するんだね。
これちょっと大変そうだね。倒すって言われても困っちゃうよね。動けないのですが。なんかみんな出てきた。倒せるのかしら。倒せるの？無理っぽくない？これは厳しい。そうでもないかな。お、アメリンちゃん。なんとか倒せた。ちょっと危なかったよ。ほんと倒せないかと思った。あらあら、
懐かしいのが出てきた。ねえ、だってなんか走り目に体力吸われてるとか言ってどんどん体力減るんだ、びっくりしちゃって死んじゃうかと思った。って感じだったね。幽霊が喋った。またミッションに行くの？一番最後に眠ったもの、カエリック。エルグはすべての存在に宿っている力の源であり、アートン市民様の祝福なのじゃ。それが宿った対象によって形が変わったり、うまく利用するとそれを持っている人に凄まじい威力を与えるのじゃ。ふむふむ、詳しいことは後で説明することにして、それで君、今君に頼みたいことはこれじゃ。周辺の地帯の亡霊を倒し、彼らからエルグの結晶を集めておくれ。残念ながら彼らにはもう理性のかけらもないようだから気をつけておくれ。はーい。地帯の亡霊だって。なんかいっぱい落ちるわ。いくつ持っていけばいいんだろう。これくらいでいいのかな？いくつとか書いてあるのかな？なんか違うっぽい？
なんかいっぱい持ってきたよ。完全な形に変えるのじゃ。亡霊のエルブの結晶。聖域のエルブの結晶8個集めていっておくれ。頑張る。頑張るけど、なかなかこれ見つからないかもしれない。なんかみんな2021やってないな。あと2個、あと2個、どこ？あった2個。あるよ、ここに 1,2,3,4,5,6,7,8 いっぱいあるっぽい。あ、ここにもあるねえ。
ん、あれどこ？いた。はい。持ってきたよ。はい。他の部分に聖域の霊入れるにゃん。亡霊のエレブの結晶を中央に入れて、はい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 。うん、浄化されたのじゃ。さあ早速って、早速なんなんだよー、なんなのよー。冒頭しかやってないんだ。終わったが長いのじゃん。はい。なんかもらった、増幅のカタリストだって。他の材料からエル経験値に比例してエネルギー認知を追加で獲得できる。分解時にも有用なアイテムを獲得できる。難しい。はい、今日も長い時間ありがとうございました。いつも来てくれてありがとうございます。もしよかったらチャンネル登録と高評価もらえると嬉しいです。はーい。概要欄に質問箱のマシュマロとか Twitter のアカウントが出てるので、もしよかったらコメントとかフォローとかしてもらえると嬉しいです。はい。それではまた次会えることを楽しみにしてます。はい。ではでは。バイバーイ。またねー。